こんにちは。今回は、デスティニー編のステージ9を攻略していきたいと思います。では早速スタートしていきましょう。アークエンジェルの突然の介入により、事態は混乱し、その最中、ハイネは散り、ミネルヴァは傷つく。アークエンジェルの行動に釈然としないアスランは、その真意を問いただすため、一人ミネルヴァを離れ、ミリアリアの手引きにより、キラとの再会を果たす。互いの立場と意見の食い違いにより、キラとアスランは次第にすれ違ってゆく。一方、強化人間研究所を調査中のミネルヴァに、暴走したガイアが単独で攻撃を仕掛けてきた。シンはガイアを打ち倒すが、そのパイロットがディオキアで出会ったステラだと分かり驚く。シンは負傷したステラを救うため軍規違反を犯してまでミネルヴァに連れ帰るのであった。その頃、ラクスとバルトフェルドはプラントの動向を探るためミーアの帰国シャトルを奪い宇宙へと上がる。をゼガヒでも沈めたい連合はオーブ軍に対して再攻撃を指示。ミネルヴァは傷ついたステラを乗せジブラルタルに向かおうとしていた。ここからは編成やっていきます。初期編成ではアスランのセイバー、シンのブラストインパルス、レイのブレイズザクファントム、ルナマリアのガナーザクとなっています。こちらのメンバーは各々得意分野に感想しておきます。あ、ちなみに前回爆散したハイネさんは、もちろん使えません。悲しいなぁ。自由枠の方では前回手に入れた村雨を早速使用していきたいと思います。特徴としてはバーストアタックはないものの、変形時の移動力と遠距離に増すのミサイルが支援に抜群という感じです。
ということで自由枠はイザークと村雨、ディアッカとインダムにしました。編成はこんな感じです。ではブリーフィングを見てからスタートしていきましょう。現在、本艦の前方にはオーブ軍が展開中である。先の戦いで本艦を仕留め損ない、もう後がないオーブ軍は全兵力を投入したと思われる。さらにカオス・アビスも確認されており、苦戦を強いられるのは必至である。またアークエンジェルの真意は未だ不明ではあるが、おそらくこの戦いに再び介入してくると思って間違いない。戦いは混乱を極め、本艦も無傷では済まないだろう。だがこの窮地を乗り越えればジブラルタルまでもう一息である。幾多の苦しい戦いを乗り越えてきたミネルヴァクルーの働きに期待する。以上。それではスタートしていきましょう。今回のステージの敵は当面オーブ軍と連合軍になっています。ブリーフィングで説明があった通り、またキラ様たちが現れると思われるので、画面端の陸地に布陣して背面を取らせないようにしていきます。陸地に配置するのはお見通しってね。とにかく回復ポイントを中心に展開して守りを固めます。カオスの遠距離にマスには反撃できないので防御してやり過ごします。これ以上はやらせないわよ。さすがルナマリアですね。うちのエース枠はレベルが違う。敵モビルスーツなおも接近。取り付かせるな、撃ち落とせ。
キラ様たちが反対側の陸地に現れました。しばらくは連合と戦ってくれるようなので、目の前の敵に集中していきましょう。あまり散らばらず、支援を多用して攻撃していきましょう。ちょっと反撃が怖いですが、時間をあまりかけられないので、こちらからカオスガンダムに仕掛けていきます。何なんだよこいつは。また楽しいことになりそうだな。こんなことで。アビスのバラエーナ会も防御してやり過ごします。そーらそんなもんに。次ターンになったのでカオスガンダムに集中攻撃していきます。おいおいおい、寝ぼけてんのか。逃げてんじゃねえよ。うわ、俺がくそ。カオスガンダムのバーストアタックですね。ここは防御しときましょう。もらったぜ。ノルマが。その首もらった。まずいぞ。あ、これはちょっとまずいですね。そして支援付きの攻撃、これはダメかも。ダメみたいですね。アスランが撃墜されました。ガンダムタイプが1機かけたのは結構きつい。やめろ。あの船を撃つ理由がオーブのどこにある。撃ってはならない。自身の敵ではないものをオーブは撃ってはならない。超強化されたカオスとアビスがタッグを組んできたらこちらでは手に負えないので、とっととカオスを落としましょう。アビスは後でもいいです。じゃあこいつで終わりだな。それじゃルナマリアホーク行くわよ。よし、まずはカオスを撃破しました。アビスは死んでゆっくり調理してやる。いい加減見飽きてんだよその顔。今日こそ落とーす。こいつを、こいつさえ落とせば。
こいつ、早い。よく見たらアビスは水中にいましたね。水中にビームはご法度でした。あ、こちらはテロリストがオーブ軍を蹂躙する模様です。オーブ軍もっと頑張って、国家代表にやられるとかもう何が正義なのか。ミネルバが攻撃を受けに受けてタンホイザーがチャージ完了したので、前方の一般兵をなぎ倒していきます。味方は退避をしつつ、アビスに削りを入れていきます。タンホイザー、ファイヤー。タンホイザー起動、前方の敵に照準。てぇ1機を残し直撃、ははは、使ったなこれは。あ、この流れは、芯を失ったら、リセット案件だぞ、こりゃ。よくわからなかったのですが、ちなみにあれはルナマリアが援護防御に入ったわけではなく、気合の助けが発動したみたいな感じです。真の HP が1だけ残りました。追撃はなかったので真は一度退避させまして、補給も終わったのでこれでアビスにとどめを刺しましょう。また戦争がしたいのか、あんたたちは。同様にアウルとアビスガンダムはここで爆散。まあキャラ的にもガンダム的にも一番早く爆散しそうな匂いはしてましたからね。残りの一般兵を撃破して、ウォームアップの済んだキラ様と対峙していきます。勝負だこの野郎。お前もふざけるな！準備も整ったので、一斉攻撃で仕留めていきます。この敵、かなり手強いな。やめろ。続けてどんどん攻撃していきます。支援します、行くわよ。貴様、舐めるなよ。
ハイマットフルバーストされる前にキラを落とさないとですね。最後はもちろん死んで落とします。どっちが真の主人公か分からせてやるよ。なんでこんなこと。僕はもう。主人公はルナマリアだったかもしれんな。ということで最大の脅威、キラ様を撃破。あとはカガリとアークエンジェルですね。また戦争がしたいのか、あんたたちは。自国の兵士を撃墜していくやつはここで落とさなきゃダメだ。ということで、出撃しながら攻撃していきましょう。このターンは大体こんなもんですね。次ターンで落とせそう。なん、だと。撃ってこなかったアークエンジェルのローエングリンをもろに食らい、自分は壊滅状態。勝つぞ、俺は絶対勝つぞ。どう？適材適所ってやつだな。カガリを撃破すればあとはサンドバッグだけなので、これは勝ちました。ディスティニー編完。ここからでも十分なんだよ。退避よ、急いで。最後の敵を倒し、これにてステージクリアとなります。
それぞれの陣営に多大な犠牲をもたらしたこのクレタオキ戦は、オーブの帰還、竹三日月の撃沈をもって終わりを告げた。戸高の意志を受けたオーブ兵の一部は、今もなおオーブの理念を貫こうとしているカガリと共にアークエンジェルと行動していく。一方、回復の見込みのないステラがジブラルタルで実験対象にされるのを察知したシンは、独断で彼女をネオへ引き渡す。敵であるネオに、戦争に関わらないところに置いてくれとステラを託した。しかし運命は彼女が戦争から離れることを許さなかったのである。ステラは再び記憶をクリーニングされ、さらに巨大な敵として戦争に駆り出される。シン、アスラン、そしてキラ、それぞれの思惑が交錯する中、戦いは激しさを増していく。ここからはリザルト画面になります。おまけ経験値は生存者だけ獲得、悲しいなぁ。最後に修理代の請求、スパロボかな。はい、実を言うとですね、このゲーム、ディスティニーのストーリーはここで終わりになります。はぁ？ってなりそうですが、マジです。このゲームができた頃はまだディスティニーが完結してなかったんですよねー。しかし、このゲームの真髄は、残りのストーリーをクリアした後に出てくるエクストラステージで、なんと、ゲームオリジナルストーリーが展開されるというぶっ飛んだモードがあるらしいんですよね。私としてはもちろんそこまでクリアしていきたいと思っているので、気長に視聴していただけるとありがたいです。それでは締めで一旦エンディングとなります。どうぞ。涙で滲む
今回はここまでとなります。次回からは過去編のシード編と、私はよくわかってないアストレイ編を攻略していきますので、よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。